地球大炎上。地球史上最大規模の大噴火が引き起こした大量絶滅とは。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり気候は、地球史上最大規模の大噴火が引き起こした大量絶滅について紹介していこうと思います。皆さんは今から約2億5200万年前、ペルム紀末に地球史上最大規模の大量絶滅が起こったことをご存知でしょうか。このペルム紀末の大量絶滅において、当時存在した生物種の約 90% 以上が絶滅したと言われています。皆さんもよくご存知の三葉虫もこの時に絶滅しました。しかしなぜペルム紀末にこのような大量絶滅が起こったのか、その原因についてはこれまで謎に包まれていました。しかし最新の研究によって徐々にその謎が解き明かされつつあります。今回はこのように徐々に謎が解き明かされつつあるペルム紀末の大量絶滅について、最新の研究成果を踏まえながら詳しくお話ししたいと思います。ペルム紀とは。ではまずペルム紀とはどんな時代だったのかから簡単に説明したいと思います。ペルム紀は今から約2億9900万年前から約2億5100万年前までを指す地質学的な時代区分です。古生代に含まれます。ペルム紀の前は同じ古生代の石炭紀、ペルム紀の後は中世紀の三畳紀になります。そしてこのペルム紀には各大陸が一つに集まって超大陸を形成していました。いわゆる超大陸パンゲアです。この超大陸パンゲアでは陸上にはシダ植物やイチョウなど裸子植物が多い茂り、昆虫類、両生類、爬虫類、私たち哺乳類のご先祖様、探求類などが生息していました。特に昆虫類は繁栄を極め、広げた羽の大きさが70センチを超える巨大なトンボ、メガネウラなどがいました。そしてこのような超大陸パンゲアの周りにはパンサラッサと呼ばれる海が広がっていました。このパンサラッサの浅瀬にはサンゴ礁が広がり、藻類や軟体動物、棘皮動物、腕足動物などが生息していました。もちろん三葉虫も元気に生息していました。ペルム紀にはこのように海に陸に豊かな生態系が成立していました。まさに生物の楽園でした。なぜペルム紀末に大量絶滅が起こったのか。ではなぜこのように繁栄を極めていた生物たちが大量に絶滅してしまったのでしょうか。キーワードは洪水玄武岩です。ロシアのウラル山脈の東側には中央シベリア高原を中心に広大な洪水玄武岩の地層が広がっています。その広さはほぼ西ヨーロッパ全体の広さに匹敵します。いわゆるシベリアトラップです。また中国のガビ山にも広大な洪水玄武岩の地層が広がっています。このような洪水玄武岩の地層は地下深く、マントルから直接地殻を割ってマグマが噴出するような異常な火山活動によって作られると考えられています。そしてこれらの洪水玄武岩の地層が作られた時期とペルム紀末の大量絶滅が起こった時期がほぼ重なっていることが分かっています。つまりペルム紀末の大量絶滅はこのような異常な火山活動によって引き起こされたと考えられるというわけです。それにしても地下のマントルから直接地殻を割ってマグマが噴き出す火山活動とは一体どのようなものだったのでしょうか。研究者たちによればそれは地球史上最大の大噴火であったと考えられています。一説によればシベリアトラップの異常な火山活動によって噴出されたマグマの量は富士山が過去1万年間に噴出したマグマの量の10万倍にもなると言われています。想像しただけでも背筋が凍りますね。ちなみにこの異常な火山活動によって超大陸は分裂を始めます。なぜ
ペルム期末の異常な火山活動は起こったのか。ではなぜこのような異常な火山活動が起こってしまったのでしょうか。キーワードはスーパープルームです。上述しましたが、当時大陸は一つに集まり、超大陸パンゲアを形成していました。ところで地球の地殻は多数のプレートに分かれています。そしてこれらのプレートは海側のプレートが陸側のプレートの下に沈み込んでいます。ということは、そう、超大陸パンゲアの下には周りから大量の海側のプレートが沈み込むことになります。そして超大陸パンゲアの下に沈み込んだ海側のプレートは2層に分かれたマントルの上層部と下層部の境目に残骸になってたまります。そのうち大量にたまった海側のプレートの残骸が一気に地球内部のマントルの上層部と下層部の境目を越えて落下し、コアを直撃します。するとその反作用としてマントルの底から巨大なマントルの上昇流が発生します。これがスーパープルームです。澄んだ小池に石を放り込んでみてください。石が小池の底まで沈むと、小池の底に溜まった泥がもうもうと立ち上がりますよね。これと同じです。そしてこのようなスーパープルームが上昇し、地殻を割って地上に噴き出すと、前述したような異常な火山活動が起こるというわけです。それにしても超大陸パンゲアが形成されたことが超大陸パンゲア地震の分裂の原因を作るなんて本当に皮肉な話ですよね。その後地球はどうなったのか。ではその後地球はどうなってしまったのでしょうか。スーパープルームによって異常な火山活動が起こると、大量の粉塵などが大気中に吹き上げられて全地球規模で大気中に漂います。すると太陽光線が遮られて地球規模で気候は寒冷化し、また植物は光合成ができなくなります。これがプルームの冬です。こうして食物連鎖の基礎が破壊されて生物種の大量絶滅が発生しました。ちなみに1783年に起きたアイスランドにあるラキ火山の噴火では、吹き上げられた粉塵によって世界的な温度低下が引き起こされ、日本でも天明の大飢饉の一因になったとも考えられています。しかし最悪はこれで終わりではありませんでした。さらに追い打ちをかけるように激しい気候変動が地球を襲いました。上述した異常な火山活動はかなりの長期間続きました。例えばシベリアトラップでは200万年以上にもわたって異常な火山活動が続きました。このような火山活動によって噴出される火山ガスには二酸化炭素、メタンなどの様々な温室効果ガスが含まれています。そのため地球はプルームの冬による寒冷化に引き続いて、今度は異常な火山活動によってもたらされた温室効果ガスによる暴走的な温暖化に見舞われました。そしてこの暴走的な温暖化によって再び生物種の大量絶滅が発生しました。つまりこのような寒冷化と温暖化のダブルパンチで、当時生息していた 90% 以上の生物種が絶滅してしまったというわけです。まとめでは、最後に今回のお話のポイントを簡単にまとめておきましょう。ペルム期末に 90% 以上の生物種が消滅する大量絶滅がありましたが、その原因は次のように考えられています。超大陸パンゲアが形成されたことによってスーパープルームが発生した。このスーパープルームによってシベリアトラップなどで異常な火山活動が起こった。この火山活動によってまず地球は寒冷化した、プルームの冬。そして続く長期間のこの火山活動によって、今度は温室効果ガスによる暴走的な温暖化が進行した。このような寒冷化と温暖化のダブルパンチで、当時生息していた生物種の 90% 以上が絶滅してしまった。現在さまざまな人類の活動によって多くの生物種が絶滅しています。そのスピードは自然に生物種が絶滅するスピードの100倍以上にもなると言われています。
まさに現在、地球史上最大規模の大量絶滅が進行中なのです。そしてその絶滅する危険のある種の中には人類自身も含まれていると言われています。これからの地球、そして私たち人類自身の未来の鍵を握っているのは他ならないこの私たち人類自身というわけです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。私の友達、このグレイのお面の前にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あと、こちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。